こんにちは、清水和夫です。DST が今日始まります。ここは茨城県にあります横浜ゴムのテストコースなんですけども、ここをお借りして、最近はテストをしています。最近の車はですね、エコカーブームが、少し、一段落して、やはり車のもっと本質的なところをしっかりと、作りたい、あるいはユーザーもそういった車を望んでいるという声を聞いてですね、日本の車も、2012年度は、当たり年というふうに言っていいと思いますけども、かなりいい車が出てきてるんですね。でそのうちの何台かを、今回持ち込みましたので、早速いろいろとテストしていきたいと思いますけども、いわゆる、タイヤとかエンジンの性能とか、そういったスペックではなくて、もっと本質的なところに車の価値とか、良さを見出していけるんじゃないかなと思います。車の基本性能は何かというと、実は、パッケージではないかなと。最近で言えば、新型ポルシェ911とか、今回はテストに持ってきていませんけども、マツダの新しい CX5、そういった車が、プラットフォームを、刷新したわけですけども、新しいプラットフォームはじゃあ軽量ボディで剛性があって衝突安全性が高いだけなのかというと、そうではなくて、もっと基本的なところで言えば、例えば人間乗員をどこに置いて、タイヤをどこに配置して、一番重いと言われるエンジンやトランスミッション、そういったパートレーンを、どこにレイアウトするか、パートレーン、エンジン、タイヤ、ドライバー、そういったものがですね、どういうふうに、置かれてパッケージされるかというのがですね、実はそのパッケージレイアウト、ボディ技術の妙味になるわけですけども、そのためにトランスミッションを短くしたり、デフの位置を工夫したり、かなり地味な技術なんですけども、実はパッケージ上最も重要と思われるいくつかの技術が現れてきています。そういう意味で新しい時代のダイナミックセーフティーテストを見ていきたいと思います。なんかドア4枚くっついてると思えないね。スポーツカー丸出しっていう感じで、加速は2リッターターボとは思えないぐらいもうパフォーマンスは高いし、発進がトルコエンティなので、いわゆるこうツインクラッチではないので、すごくスムースですね。ブレーキをちょっとかけて、2000回転ぐらいまでエンジンを回転上げてそのままスッといけるので、一速のこう走り出しもスムース、変速もスムース、とにかく速いしスムースで気持ちがいい。ブレーキはもう初期制動からガッツッとこう噛みつくような感じで、効くし、ドア4枚ついてると思えないぐらいの、スポーツカー丸出しのパフォーマンスでしたね。なんともこう微妙な結果になってますけども、それで加速性能は、
排気量が 200cc BM よりも小さいので、ちょっとパフォーマンス的には、3シリーズに負けた形になっています。特に5000回転超えてからの上のこう伸び感みたいなところが、やはりさすがに BM はエンジンメーカーだなと思わせるだけ、2リッターターボで上の方まで、すっきりとこう回してきますけども、メルセデスの方は、6500回転ぐらいで、大体いっぱいいっぱいの感じですね。でもトルコン AT の発進のスムーズさとか変速はこちらも非常にマイルドでスムーズですね。そういった意味ではメルセデスの高級感に十分ふさわしい加速性能だと思います。でブレーキの方もこっちもガツンとこう止まりますけども、ペダルタッチは BM の方がスポーツカーっぽくてあんまりストロークしないタイプですね。メルセデスは少しこうストロークしていくんですけども、でもそれがリニアで追い踏みするとグッとこう減速度が上がるんですけど、ペダルも一緒に少しストローク感はあります。ですから両方ともタッチは違うんですけど、人間にとっては違和感はないですね。でこっちはとにかくベルトした時からこのシートベルトの緩みを取る機構とか ABS が働くぐらいブレーキを踏むとプリテンがベルトテンションの上が引き込まれたりしてますから、いわゆる安全性みたいなところではかなりいろんな装備があります。一般道いかがですか？いやちょっとロードノイズとか、この18インチのランフラットタイヤに起因するのかなと思うんですけど、少し、段差が突起のきついところでは、固めにかなり衝撃がまだ入ってくるし、タイヤの硬さとボディのバネ上のボディのいわゆるこう柔らかさというか減衰が、合ってないような感じのところがあるので、ハイスピードで硬い路面段差に入るとバネ上がこうゆさゆさと動いてしまうところがありましたね。ちょうどうまい具合に、コンマ 5G ぐらいでこう旋回して、バンク下出てくるとちょうどこう路面がうねっているところがあったんですね。でそこに入った時にやっぱりタイヤのこう硬さとバネ上のボディの押さえ方が少し足りないかなと。この18インチのランフラットだったら、スポーツサスが必要かなという感じはしましたけど、3シリーズはやはり17インチがプロパティで、ちょっと18インチのタイヤは今のシャシーでは重たすぎるなという感じがしますね。そこを除けば本当に恐るべき新型3シリーズ。これ AMG パッケージだ。 AMG パッケージだからリアが太いんですよ。コンマ 5G から 6G ぐらいで長く旋回していると少しエンジンを絞ってきちゃうんですね。ですから結構 ESP がこうかなり普通の領域の、コーナリングの中にも少し安定サイドに制御が入ってきてますね。でスポーツモードにすると、SAS が全体的にちょっとこう固めて設定されますけども、それ以上に ESP の制御がもう少し敷地が緩くなるので、バンク下ではかなり ESP が介入しないで、BM と同じような速度でちょっとうねったところを入ってこれるんですけど、その時の挙動が BM の3よりもやはりメルセデスの方が
ボディのこうバネ上のダンピングは一発で道が悪いところに対しては止めてきますね。まあ、その辺はタイヤとサスとのマッチングの問題もあると思いますね。でこっちは同じ18インチなんですけど、25535の18は入っているので、まあ、BM は22545なので、まあ同じ18インチを履いていても、まあ、タイヤそのものの幅とかが全然違いますから、こっちはランフラットじゃないですけど、まあ、タイヤのグリップ力は、まあ、かなり横方向のグリップ力は確保されているような、タイヤをついてますね。ですからエンジンのパワーに対してメルセデスの方がシャシー性能が、まあ勝ってて、 BM の方が、シャシー性能に対して、まあ、エンジンの性能がもうちょっと高いところにあるバランスしているような感じ のシャシーとエンジンとの関係です。で、まあ、とにかく乗り比べると味が全然違うので、普通の人、まあ、少し車好きの人でしたら、まあ、両ディーラーに行って十分乗り比べてみると、まあ、その乗り心地とか、まあ、いろんな場面で、その2車の違いというのははっきりしてくると思いますから、まあ、選択に迷うことはないなという感じがしますね。ダブルレーンも非常にびっくりするぐらい早く身のこなしがレーンチェンジできますね。それでサスペンションが一応、まあ、ボディバネ上のボディが動くんだけど、まあ、このロールとかピッチングでこう横らしょっていう感じもなくて、もう本当にこのフラットなボディの感じでススッといってしまう、まあ、それは非常に驚きましたね。ステーリングはやっぱりダイレクト感は BM の方があるけど、でも決してこれはこっちも遅いとかスローっていう感じはしないけどね。BM ほどダイレクトではないんですけども、多少ロール感があって、ピッチング感があるんですけど、まあ、それがある意味で、車のそのタイヤの限界を知る一つの大きな手がかりにはなってるんですね。ですからメルセデス・ベンツの場合は、このぐらいが限界だなっていう予測が結構立てて走ることができて、その予測通りに、まあ、車の性能が出てくるっていう感じですけど、 BM の方が高いレーンチェンジのアジリティを持ってますけど、メルセデスはむしろ限界を知らせるという部分の、シャシーの、まあ、作り方をしてますね。この辺は、まあ、両エンジニアあるいは評価ドライバーの考え方の違いが、明確に出てるような気がしました。やっぱり恐るべし BMW のダイナミクス、ウェット旋回ブレーキ一発目、ストッピングパワー43、これはもう K
軽量ボディのスポーツカー並みですね、ポルシェとか。でタイヤもほとんどこうウェットでもびくりともせず、もうステアリングのこうライントレースと、減速度、まあ、横 G と減速度がもうバシンとこう出て、何のためらいもなくイン側の 50R のパイロンに沿って、止まれました。で2回目は若干意図的にわざとステアリングを先に切ってブレーキ踏むんですけど、まあ、それはいわゆる ABS のロバスト性試験なんですけど、若干前輪の内外輪差で、少し ABS のロジックが低ミュー側に反転するので、リアの液圧を減圧気味にする結果、制動距離がちょっと伸びるんですけど、それでも47m で一旦ちょっと外に膨らみますけども、まあ、すぐに内側のラインの方に入ってくる、まあ、そういう意味でそのロバスト性も、非常にデータ的にもフィーリング的にもすごいですね。だとにかく行きたい方向にハンドル切って止まりたければ、ブレーキを踏む、加速したければアクセルを踏む、もうそれで車、あれアイドルストップしてたの、アイドルストップしてたらしいです今自分のブレーキがちょっと弱まったのか、時間が長かったからエンジン復帰したんだと思うんですけど、まあ、そんな具合で非常にこのダイナミック性能に関してはもうパーフェクト以外何もんでもないですね。これ以上のものは今まで見たことないし、もちろんそのポルシェとかのスポーツカーの世界に完璧にダイナミック性能は実現しているというふうに言えると思いますね。ロバスト性関係ねえな。これももう完璧だね。もう BM と C クラスベンツはもうなんか違う自動車を作ってるなっていう感じがしますね、この2メーカーだけは。まあ、若干2回目少しステアリングを先に切るロバスト性試験やりましたけど、ベンツの方はもう全く関係ないですね。どんな条件でもいわゆるこうさまざまな、まあ、ドライバーの、操作条件とか路面条件によらず、まあ、持ってるポテンシャルを全部引き出すみたいな。でそれがもう非常にこう簡単にできてしまうというところが、まあ、一般の人にはありがたい動的な安全性能じゃないかなっていう気がします。まあ、少し太めのタイヤをリアタイヤが履いてますけども、まあ、それでもウェットではまあびくともしないですね。でただクルーズコントロールお互いに106キロセットで実測が100キロぐらいなので、やっぱり速度計 6% ぐらい誤差があるので、まあ皆さんが一般道100キロ出してる時は94キロぐらいだっていう意識をちょっと持っておいた方がいいかもしれませんけど、この ABS のその旋回ブレーキ性能というのはフォードはセダンでは今まで存在しえなかったぐらいの高いポテンシャルですね。例えばもうアウディの、TT とか、まあ、そういうポルシェとかフェラーリとかそのスポーツモデルにおいては、そういった動的な高い安全性能っていうのはありえましたけども、ドア4枚で、快適な乗り心地と、この種の動的な性能が両立したということは、まあ、ある意味でそれが BM とベンツのFR 系の、まあ、ベースモデル、エントリーモデルでもうこの世界にいるってことは、非常にこの高い世界の自動車メーカーが目指す大きなランドマークになったなって感じがします。